はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープヌシのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回は BH エリア1支店の上州の門、強敵ハングリータイガーをやっていきたいと思います。お腹を空かせたトラさんでございます。ちょっと怖いよね。トラって言われると、ある一人がね、まあ毘沙門天のあの方がね、虎丸さんが浮かんできますけれども、まあとりあえずこちらがウェーブが2、敵ユニットが5、火が1、念が4となっております。なので今回はどちらかというと単体をえぐっていく感じがいいんじゃないかなということで、フランちゃんを踊り子の方に変えております。踊り子フランちゃんはですね、まあ改めて解説いたしますと、どちらかというと単体特化の威力500、弱点特攻で、エンハンスで、まあ味方単体の攻撃自強化でも可能なので、これは自強化とも捉えられる攻撃アップで、まあ CT 削りもできたり防速下げたりできるよという、まあ基本的にでもね、この令和天を使って弱点をガシガシついて1体ずつ落としていく役割になりそうですね。ってことでいきましょう。上州の門難易度、上州の門ハングリータイガー難易度ルナティック、スタートです。上州の門の難易度ルナティックってなんだはい、ということでね、始めていきましょう。結構久しぶりですよ、喋るのもね、久しぶりになりすぎて何がなんだか。さあ敵の能力見ていきましょう。メールランスさん TP 茶材力150、炸裂攻撃の自分の攻撃 10% 上昇、そして味方1体の TP を5増加、 TP 配り系の単体バージョン、なるほど。で、全体能力減少 25% 回復。かげろうさん TP に技力200の全体攻撃能力上昇 20% 緩和、または TP に技力300の貫通攻撃防御 20% 減少、そして行動後速度が 10% 上昇と。そうですね、まあ一番最初にやるべきはメルランさん絶対ですね。 TP を配られると何が厄介かって、どちらもね、かげろうさんに配られたら厄介なのはそうなんですけれども、メルランさん自体も TP 技を持っているので、配る TP 技っていう、そういう流れが完成してしまうのがね、厄介なところですね。どうしましょう。まあフランちゃんをとりあえず動かすのが一番でしょう。で、フランちゃんを動かすのと、あとはどうしましょうかね。誰にしましょう。 CT を削れるキャラクターとしてレイセンがいますけれども、初手で動かすとその CT 削りがうまく使えなくなるんですよね。今回はレイセンをバックにしておいて、ココロちゃん表に出しておいた方が良かったかもしれないですね。かといってまあココロちゃんを表に出したとしても、後ろの方のレイセンの方に速度バフがかからなくなってしまうので、まあどっちもどっちですね。難しい悩みどころですね、この場合は。さあまあとりあえずバフをかけ、まあ結局のところ動かせるのはリリーホワイトちゃんになるかな。そうなってしまいますよね、基本的に。後の方に残しておきたいキャラクターとしての優先度は、属性変化を持ってるリリーホワイト、または CT を強制的に 50% 削ることができる技を持っているレイセン、どっちって言われると、まあ属性変換よりも CT を体勢に邪魔されず削れるというね、ところはかなりの強み。さあとりあえず属性エンハンスを巻きます。で、どうしましょうかね、この場合。とりあえず配置変更してリリーホワイトちゃん先に動くようにしましょうか。どちらにせよ必ず、そうですね、どちらにせよ必ず動くことにはなりますし、フランちゃんでは2人同時に落とすことができないのでね、高速減少ここで打ってもいいものですかね。まあ障壁は打っておきましょう。ココロちゃんが何もね
障壁等かかってないですし、 HPSP 回復はいらないでしょう。そうですね、高速減少いるかな。まあでもカゲロウさんが残って、カゲロウさん動くたんびに速度が上がることを考えると、削っておく方が得策そうだとは思いますね。スターライトパレード。さあということで、レーバテインでメールランちゃんを落とします。 OK です。さあ、まあかなりのオーバーキルをしましたけれどもね、高速減少ここはいらない気もしますけれどもね、どうしましょうか。そうですね、どうしましょう。まあとりあえずダメージ減少結界はココロちゃんのために貼っておきましょう。でここですね、ルナティックレッドチャーム打っておきましょうか。ちょっともったいない気もしますけれども。で、マインドスターマイン火力の方を取りますと、通常攻撃でも 20% は減らせるんですけれどもね。さあとりあえずココロちゃんは攻防上昇からの速度も上げていきます。ナイス火力で、HP は回復いらない、暴速減少も今いらない。じゃあ通常技、リリーホワイトちゃん早くね。さあスターライトパレード倒せるか。 OK です。属性変換がかかってないのはちょっと残念ですけれども、ナズーリンが早い、白虎が動く。やっぱりトラマル章出てきましたね。というか火属性はあなたなのね。さあということで見ていきましょう。翔ちゃん TP1 は財力200、炸裂攻撃の CT30% 減少、そして全体の攻防を 25% ダウンの CT ダメージ 100% 防御、ナズーリン TP1 は財力150、炸裂攻撃の防御 50% 上昇で、味方単体の CT を 100% 上昇、やばいんですね。 CT ブースト 100%、 まあこれに関しては防げなかったですね。 100% のキャラクターがいる状態でここに来てナズーリンの CT を削らないといけないので、かなり難易度が高い。で、白虎 TP チャー財力250、単体攻撃の CT50% 減少、そして全体の速度 25% 上昇の CT ダメージ 100% 防御。そうですね、ちょっとまずいですね。今 TP が1溜まってる状態から始まってますからね。レーバテインで削りに行きたいところではありますけれども、 TP が2人溜まっている状態で CT 削りが効かない相手、そうですね、ベリーベリートラップの方で暴速下げておいた方が良さそうですね。火力よりもデバフの方を優先させましょう。はい、ここはTP 技は、結界で防げました。 OK、 高速減少、速度バフ、速度デバフはね巻いておきましょう。でバフカットはどうですかね。ナズーリンの防御が上がってます。まあ TP 削りの方でいいでしょう。もうねそこの方を優先させましょう。 HP は微妙に回復、ココロちゃんが食らってます。暴速減少、速度デバフ、すごいことになってますけどもね、ありがたい。さあここで火力を少しずつ稼いでいく。さあスプリングエフェメラルで属性を変換。翔ちゃんこの中で一番火力としてまずいキャラクター、動かれるとやばいキャラクターは誰だ。ナズーリンが動けば動くほど硬くなっていく、通常攻撃が防御 30% 上昇ですからね。白虎が単体攻撃ですけれども能力上昇 30% 緩和付き、貫通 CT に。翔ちゃんが地味にやばいですね。2体を通常攻撃で2体の CT を 20% 削ってくるのは相当ですよ。さあとりあえず数を減らさないことにはどうにもならないのでね、早めに数を減らしておきたいところ。クイックターン、速度が上がる、ブレイクダウン、休んどけと。さあここで結構食らうぞ、ハングリータイガー。 CT を減らされる、やばい、向こうのペースになってますね。敵の速度が速いのかこれ。でも幸運なことにフランちゃんの攻撃はそこまで下げられてない。だが攻撃上昇をかけるとしたら誰にかけるべき。冷戦にかけたら結構いい感じもしますけれども、待って、白虎が動くなこれ。フランちゃんに全火力を注いで、まあ倒せるかって言われると多分倒せないとは思いますが、レーバテインの方で一撃入れておきましょう。白虎に、白虎ここに入れとくべきですね。入れましょう、いい火力。うおー、302、ルナティックレッドチャームを、翔ちゃん
いいダメージで、マインドスターマインで TP を削ります。さあいい火力、クイックタイム早いな、クイックタイムが早い。待て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 、クイックタイムディレイ1、速度が上がってる。これでディレイ1か。とりあえず火力をどんどん取っていきましょう。翔ちゃん倒せる？オッケー。 TP も減らします。ここまで来ればねもう大丈夫でしょう。じゃあ、高速減少もかけておきましょう。火力は下げておくべき。スターライトパレード、白虎は倒せない。残り1419。ここはベリーベリートラップの方に行くか、それともレイバティンでナズーリンをやるか。他のキャラクターの順番的には白虎が先動きますね。これはとりあえずじゃあベリーベリートラップの方でナズーリンごといい感じにダメージを与える。よし、じゃああとはね、最悪フランちゃんが落とされてもこの体力なら落とせる。てかもうショウちゃんで落とせるんじゃない。さあ攻撃はアップ。ん、ショウちゃんいなくね。あ、そうだよ、この子はスクナ神妙丸。196耐えられたんですけども、名前をね間違えたことによって落ち込んでね火力が出なかったということかな。はい、ということで、スクナちゃんの活躍により勝ちました。イエイ。霊酒が合計60個、最近使ってないから溜まってますね。さあクリアですね。どうでしょう、ジョーク州の門クリアですね。オッケー。じゃあ次はもう松陰の森の、道中の方からですね、雑談パートとなります。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。